ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。うおリンダリンダチャンネルにようこそ。今回は、1974年昭和49年の電撃ストラダ5を、いつものごとく解説するぜ。前作のワイルドセブンの続編の構想から発展した作品よ。特撮としては珍しく日活株式会社が手掛けて、ロマンポルノの人気スター山科ゆりの、テレビドラマ初出演作として話題になったぜ。そのあたりは、どういう作品なのか気になるわ。そうなんだぜ。知らない人も楽しんで、知ってる人は改めて、どっぷりと懐かしい昭和時代を満喫してほしいんだぜ。ぜひ高評価&チャンネル登録もお願いします。今回も、ゆっくりしていってねー。電撃ストラダ5。今回も名だたる俳優の方々が出演されているぜ。電撃ストラダ5。電撃ストラダ5は1974年4月5日から同年6月28日まで毎週金曜日19時30分から20時0分に NET テレビ現テレビ朝日系にて放送された特撮ヒーロー風アクションドラマよ。全13話。概要。当初はワイルドセブンの続編の構想から発展した非変身型アクションドラマで、日本テレビ系の火曜日19時枠ファイヤーマンの後番組として企画され、当時の報道では日本テレビ系で1973年8月7日より放送予定と報じていますが、撮影の遅れなどにより NET テレビ系の金曜日19時30分枠ダイヤモンドアイの後番組として、出演者のスケジュールなどから一時制作が休止となっていたため、全13話分の制作が放送開始前に行われたぜ。最終回では敵組織との決戦が描かれるものの、その敵組織を壊滅させるまでには至らなかったわ。1973年8月開始予定のテレビ放送が、1974年4月に延期されたことで、撮影スケジュールに余裕が生じたスタッフの、高村倉太郎は、キネコを用いた VTR 合成や、スキャニメイトなどの新技術を撮影現場に導入したぜ。前者は撮影に手間がかかるアクションシーンの一部で、後者はオープニングなどで使用されることになったわ。キネコとは、テレビジョン受像機、イカテレビ受像機、映像またはビデオ映像を、フィルムに変換、逆変換を行う作業、あるいはその機器である、キネレコとも言うぜ。スキャニメイトは、1960年代末から、1980年代にかけて使用された、ある種の電子式アナログコンピュータにより、ビデオ映像信号を生成加工、シンセサイズし、アニメーション映像を作り出すシステム機器の名称であるわ。日本では、東洋現像所が一台所有したのみだったぜ。ストラダというネーミングの由来は不明。ストラーダ、ストラダは、イタリア語で、道路のことですが、ワッペンに見られる五つ星から、ステラディ・ステラダイ5とも返しうるぜ。コスチュームや一部のメカのデザインは、ダイヤモンドアイも手掛けた、岡瀬信弘が担当したわ。ストーリー。国際的犯罪組織に対抗すべく、特殊能力を持つ5人の男女で編成された国際警察の秘密チームの活躍を描くぜ。様々なメカニックやスーパーマシンなど、子供向けヒーロー番組の要素を取り入れたアクションドラマであり、ストラダ5とはこの秘密チームの名称であるわ。ストラダ5は操作時は私服ですが、戦闘時はストラダアップの叫びとともに、アタッシュケースに収まっている特殊強化服を着用、正式ヘルメットをかぶるぜ。このシーケンスは一瞬で行われ、変身しているように見え、変身ブームからの影響とされる。主な武器はショットガン、火炎放射器、ナイフを内蔵した特殊警棒ストラダバトン、スナップノーズの回転式拳銃6連発、小型手榴弾であるぜ。また、光柱型ペンダント通信機や小型発信機も携帯しているわ。登場人物。堀田、カンスケ、ペガサス、ストラダワン、演じ、岡崎徹。ストラダ5の一員で射撃の名手。普段はカーレーサーをしている血気盛んな若者。刑事だった父親をビッグの場に殺害され、その復讐に燃えているわ。父の殉職時に一緒にいたオリオンをライバル視しているものの、市場は市場、任務は任務と気持ちの切り替えが早いぜ。殿村、源次郎、オリオン、ストラダ2、エンジ、チータケオ。ストラダ5の副司令官的存在で、変装が得意、元刑事。普段は病院に勤務。ペガサスの父が殺された時のパートナー。縦中、一年、アポロ、ストラダ3、エンジ、ゴー、立つ人。ストラダ5の一員で、怪力と推理力が自慢のユーモラスな男。普段は寺の僧侶。ストラダ5として敵と戦う時は、特殊な呪像を武器にしているぜ。
宝木、ただし、ルナ、ストラダ4、エンジ、小野真也。ストラダ5のメカニック担当。普段もその腕を活かして自動車整備工。爆弾の処理、暗号の解読といった専門的な作業もお手の物。星、香里、アンドロメダ、ストラダ5、エンジ、山下ゆり。オープニングでは、アンドロメダと表記されているわ。ストラダ5の高一点。生まれながらにテレパシー能力を持ち、未来を予知することができるぜ。普段はファッションモデル。隊員服は第7話まではノースリーブだったが、第8話以降は袖が入ったわ。冒頭でも話しましたが、もともと日活ロマンポルノの人気スターであった。山品ゆりの TV ドラマ初出演作として話題になったぜ。高村、テルジロー、ジュピターエンジ、シシドジョー。ストラダ5の司令官、隊員たちからはチーフと呼ばれているぜ。本部から指令が入った時、アンドロメダが事件を予知した時などに、通信機でメンバーを招集。時には自ら現場に赴くこともあるぜ。なお第7話は未登場。ミスターアスモディエンジ、早川五郎、声、飯塚翔造。世界征服を企むビッグノバの主要、不気味な覆面をかぶっているわ。幹部たちを、東京ナンバー丸、番号と呼んでおり、失敗した者は必ず処刑するぜ。ススパーマシン、フライングペガサス。ペガサスが使用する青色のツードアクーペ。ベース車両はホンダ S600 の改造車グリフォン。S600 の車台に高知ビルダー、カロッセリア渡辺が製作した。クーペボディを仮装したもの。もともとモービル石油のキャンペーンカーとして使用されたため、本作品でもモービルのステッカーが貼られているわ。トライシャーク、バギーカー、ベース車両は不明。デザインを担当した岡瀬子信弘は、デザインにあたって、既存車を参考にしておらず、造形はデザイン通りのものであるというわ。レッドフォックス、ジープタイプの四輪駆動車、ベース車両は初代鈴木ジムニー。レディーバード、白いツードアハードトップ、ベース車両は日産スカイライン。当時はケンメリの名称で、人気だったわ。ヘッドストロング、ジュピターが運用する、大型司令バス、バウン車を改造したもの。主題歌、2曲ともに、作詞、伊藤恒久、作曲、北原純。歌、チャーリー・チェイ、ヤングフレッシュ。主題歌は、電撃ストラダ5、5人のチャレンジャー。本作品にエンディング曲はなく、クレジット上の表記。オープニングには、電撃ストラダ5、が流れるぜ。映像ソフト、2002年に初のソフト化となる、電撃ストラダ5、プレミアム DVD ボックスが、完全予約限定で日活から発売されたわ。2007年 M3 エンタテインメントよりと、2009年 ABEX マーケティングよりにも、それぞれ別個に DVD ボックスが発売されているぜ。2017年10月27日に、ベストフィールドより、北原純先生追悼企画第25周電撃ストラダ5ブルーレイとして、全13話分を収録した、2枚組のブルーレイが発売されているわ。恐怖の爆弾自動車、第2話の恐怖の爆弾自動車では、時速30キロ以下に減速すると爆発する。核燃料廃棄物を積んだタンクローリーが登場し、ストラダ5のメンバーが爆弾処理に当たるぜ。これを見てお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、同じような設定の映画、最も有名なもので言えば、1994年放映のスピード。時速80キロ以下になると爆発する爆弾がバスに仕掛けられ、ロサンゼルス市警察スワット隊員のジャック、キアヌ・リーブスらが、爆弾の処理に当たるノンストップアクションの名作。それから遡ること13年前には日本のテレビドラマにも、こんなエピソードがあったわ。1981年の西部警察でのバスジャック。風圧がゼロになると爆発する大気速度計爆弾がセットされた。バスの恐怖を書いたエピソード。さらに遡ること6年前にはこんな邦画もあったぜ。1975年新幹線大爆破。高倉健主演のパニックムービー。3人組の犯人が新幹線に時速80キロを下回ると、爆破する爆弾を仕掛け、米ドルで500万ドルを要求。1500人の乗客が人質となり、犯人たちと運行指令室のスリリングな駆け引きが描かれるぜ。もっと遡ると高度1万フィート以下まで降下すると、爆発する爆弾を仕掛けられた旅客機のパニックを描いた、夜空の大空港なんてのもあったわ。そしてこの電撃ストラダ5、1974。先ほど紹介したものに影響を与えたのかどうかは不明ですが、それを考えても、作品としてはすごかったのだろうと推測されるぜ。どうもお疲れ様でした。お、帰ってきたね。最後まで見ていただきありがとうなんだぜ。楽しんでいただけましたか？
今回は、昭和49年1974年の、電撃ストラダ5でしたが、楽しんでいただけましたか？特撮ドラマでしたが、どっちかというと刑事ものという印象が強かったわ。日活ということで、期待してた方はがっかりしたのでは？そうかもね。セリフと画像が違う場合がありますが、許してくれなんだぜ。何か思うことなどありましたら、コメントしてくださいね。次も、どんどんと昭和のテレビドラマテレビアニメを解説していくぜ。これからも頑張って解説しますので応援よろしくお願いします。よかったら、高評価&チャンネル登録もお願いします。次回来た時も、ゆっくりしていってねー。